はい、どうもこんばんち、ライフガードです。ということで、今ちょっと緊急で動画回してるんですけども、いや本当に今ありえないことが起きてて、多分僕の視聴者がですね、もう何回も何回も、今もう 10回はないかな、5、6回ぐらいちょっとインターホンめっちゃ、ほら今もこうやって鳴らしてきて、それ見えるかな、来てるんですけど、多分僕の視聴者みたいで、この人で、さっきからなんかライフガードさんですよねってめっちゃ言われて、一回出ますね。はい。いや、違います。いや、違います。でも違うんで帰ってもらっていいですか。やばすぎないですか。やばくない、これは。さすがに。いや、本当に違うんで。いや、いや、わかんないですけど、帰ってもらえませんか。こいつやばいんだけど、入れないと騒ぐとか言ってんだけど。じゃあ開けますよ。帰れないの、もう今。いや、え、帰ってくんないのこれ。もう、え、何しに来たん。え、てかまず待って、めっちゃいろいろ聞きたいことがある。え、もうどういうこと。え、まず、え、待って待って、どうやってまず俺の家分かった。ストーカーしてきたやつってこと？やばいよ、やってること。いやー、まあ確かにさっきコンビニ行ったけど。じゃあ勝手に水、勝手に水取んないでそれ。とりあえずじゃあちょっと座って。何しに来たん。まあとりあえずじゃあ、え、コンビニからついてきて、もうそのままってことか。で、なんでついてきた。何しに来たの。え、今君いくつ。中2はダメでしょ。もうっていうか、小学生でも多分やらないよこんなこと。え、ダメってこと分かってる。え、普通に通報したら普通になんか捕まると思うよ。いや、普通にもう通報して、もうなんなら警察に言ってもいいぐらいだから、ね。親に迷惑かかるんで。もう笑い事じゃねえよ、マジで。やばいよ。ストーカーからの不法侵入っていうか、まあ脅しでしょ。だって俺が今入れなかったら暴れてたっていうか、騒ぐって言ってたもんね。それはもう立派な犯罪だよ、本当に。中二でしょ。え、ダメなことって分かる。分かってる。ちょっと。はあ。ね、リスペクトしてたってどういうこと。スイッチでやってた頃にうまいなーって思って見てたんですけど、スイッチでやってた時に見てたのか。最近はちょっと見なくなったけど。最近は見なくなった。あ、デブで見なくなった。話し。やかましいわ。逆に尊敬するけどね、そこまで来たら。いや、違う。逆、もう悪い意味だね。え、で、何？これ、え？何？もう。え、もうわかんないわ、マジで。なんか、レジ君もこういうのなんかあった気がするけどさ。え、なんか複雑だわ。その、昔から見てくれてるっていうのは嬉しいけど、こういうことされちゃうと本当にダメだからね、これは。え、じゃあ悪いことだとは思ってるの？いや、本当に警察沙汰だよ、これは。いや、本当に、え、こんなことあるんだな。レジェ君の、なんかチラッと見たことあるけど、やばいな。
いや実際めちゃくちゃ怖かったよ。いやまあ中2って聞いてまあいやまあでもないけどさ、中学2年生だから。いやフォートナイトやる？やります。ガチか。いやもうわかんない。ガチでもこれは本当に、フォートナイトやったら帰るの？じゃあま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 あ、じゃあやるか。こいつやばいんだけどガチで。フォートナイトやるか一緒に。やったら帰ってよ本当に。何なのこいつは本当に。キーマウの設定できてるちゃんと。キーマウなんだよね。じゃあまあとりあえず、じゃあ金地くんしてもらおうか。うまくね？は？いやうまいな。いやうまいな。おい待てよ、そんなうまいのにこんなことしちゃダメだって。え、うまいうまいうまい、めっちゃうまい。え、名前なんていうの？名前は仮名でもいい。仮名ってクッキーくんでいく。クッキーくんダメだよ。ちょっと一回止めよう、一回止まろう。ねえこっち向いて。こんなうまいのにさ、もったいないよ。こんな家にさ来ちゃってさ、めっちゃ多分視聴者からしたらめっちゃ悪い印象だし、俺からしても悪い印象だし。昔リスペクトしてたから来たから。いやまあそれはまあまあまあ嬉しいけどさ、俺はもったいないよ。これはめっちゃうまいじゃん。びっくりしたわ。うまいっす。クラス1位なの？いやまあこんだけうまかったらね、そうそういないよね。え、競技とかやってるの？競技はまあちょっとやった。もう一回もうフリービデオしちゃって。いやめちゃめちゃうまいぞ。え、なんか俺もタイマン勝てるかちょっと不安になるぐらい。いやもったいないな。ちょっとあれタイマンしてみてよ、どっか誰かと。大丈夫なの？やりやすい。競技、え、なんか順位とかあるの？競技あるっすよ。え、ね、上位とか取ったことあるの？1、2回、4回ぐらい。えー、取ったことあるんだ。中学2年生って出ていいんだっけ競技？出ていい。親の子供がいい。お母さんとか知ってるの？なんかそういうの。もう集中してる。うまっ。こいつ弱いなとか言うな。うまっ。もうつくづくもったいないわ。うますぎだろ。いや完全に競技勢の動きだな。いや君はうまいよ、確かに言ってたほどではある。だからといって今回やったことは別に許されることではないからね。じゃあもういい？もう、ま、もういいですか？もう本当楽しかったね。本当にちょっと上手かったけど、いいや、これで満足。いや俺とタイマン、いやまあでも上手かったからね。あ、また家に帰ってちゃんと反省したならば別にタイマンしてあげなくもないから。いや俺には勝てないけどね、ちなみに。ちなみに俺には勝てないけど。学校行っちゃったらライフガードに勝てる。いやなるほどね。じゃあまあ、いやうまかったよ。もったいないな本当に。でも反省した？ちゃんと。いや反省した。本当？もう二度と来ないでね。二度と来ちゃダメだよ本当に。また来たら、また来ないで。大丈夫。絶対来ちゃダメだよ。はい、じゃあもう帰ってもらおうか。この水もらいますじゃねえよ。まあ、でも飲んだもんねそれ。飲みました。じゃあもう帰って。絶対生きちゃダメだからね。え、もう本当に次来たら通報するからね。はい、もう絶対生きちゃダメだよ。はい、通報しまーす。